カール富山は今瀬尾さんと、そしてセレッソ大阪 U23 は代表候補合宿から帰ってきた松本凪を先頭に今入場してきました。笛が鳴って今キックオフです。最下位のセレッソ大阪アンダー23対現在8位のカターレ富山の一戦です。セットプレーが得意なカターレ富山とそれが苦手なセレッソ大阪、ここはいい位置でカターレ富山がフリーキックをもらっています。花井が入れてくる、茂木の前こぼれたところ、今ゴールは無人だ。先制ゴールはカターレ富山、今瀬のゴールが生まれました。やはりこのセットプレーが一つ大きな鍵に、最後は右足を振りました。前半3分早々での得点。田中裕介がニアサイドに動いて、その奥クロスバー、もう一度ある、まだこぼれている、狙ってきてセレッソ大阪が体を張る、体を張っています。かき出しました。今見えました、セレッソ大阪アンダー23、富山の波状攻撃、まずはクロスバー、そしてその後こぼれたところ、もうゴール前4人5人と体を張りながら、岡澤から裏へ、いや、ま、前田が抜け出てチャンス、前田こぼれたところ、笛が鳴って PK です。 PK です。前田が PK を奪いました。あーとして岡にイエローカードが今提示されました。ライマンも行ってよ、大きなチャンス、決めてきました。山内博文、恐れずゴールど真ん中を蹴り込んでいきました山内です。この角度はよくわかるんじゃないでしょうか。もうど真ん中、左で島村が動き出しています。そこは使いませんでした。真ん中にくさびのパス、落としの動きから裏に素晴らしいボール、島村フリーだ、バーの上、西村から裏へのボール、フラッグはない、前田が抜けて今キーパー、ゴールは無人だ、流し込んで逆転だ、西村が決まった、最後決め切ったのは前田、素晴らしいボール、そして素晴らしい抜け出し、セレッソ大阪に生まれました。最後のかわしも見事、前田龍大、セレッソはしのぎきれるか。丸山監督に捧げる初勝利へ、今ホイッスルが鳴りました。